ほら来たよ。おっしゃ来た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 。おっしゃ来た。無限に釣れるわ。やべやべ。サボシスター。はい、ということでね、サゴシに糸が切られてたまらん、そういう時はね、ミノです。これがいいんですよ。どうしてもね、サゴシ歯が鋭いんで、メタルジグとかね、ああいう糸老けが出ちゃうような釣りはね、めちゃくちゃライン切られるんですよ。でもね、このミノだったら大丈夫。後ろから噛みついてくるんで、スナップのところまでね、歯が届くことがあんまりないんで、こういう時はね、ミノーがおすすめです。おー、来たよ。来た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 超面白い。これですよ。ジグとは違うね、この巻いてる時のガツンってくる当たりが、これまた楽しいんですよね。よいしょ。はい、サゴシゲットです。いいサイズですね。 G コントロール28のね、早巻きです。もう簡単、巻くだけ。ありがとうございます。今日はね、ちょっと横風が強いんで、ちょっとライナー気味に投げて、糸吹けをなるべく出さないように着水させます。おお、当たった当たった。あとはね、着水してすぐに巻き始める、これが大事。今日みたいな日はね、もう着水してすぐに食うこともあるんで、糸吹けができた状態を作ってしまうとすぐに切られてしまうんで、まあ、なるべくね、着水したらすぐ巻き始める。おい、当たる。ついてるついてるついてる、バレたと思った。ついてるよ。よいしょ。はい、サゴシゲッタです。これもね、リアに食ってきてますね。こんな感じでね、歯がリーダーに触れることなく釣れてくれるんで、ミノーはね、ラインブレイクを防ぐのに優秀なんですよ。サゴシ狙いに行く人はね、ぜひミノーも持ってってください。おっしゃ、食った。来た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 。よし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 。いいですよ。よいしょ。オーケー。これもがっつりリアに食ってますね。あ、なんかベイト入ってますね。シラスみたいな。すげえちっちゃいの食ってる。3、4センチぐらい。思ったよりちっちゃいもん食ってんだな。おお、当たる当たる。おっしゃ、おお。えぐい、当たりの量がえぐい。おーし、来た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 。オッケーオッケーオッケー。うー、バレるなよ。よいしょ、オッケー。無限に釣れるやん、もう。はい、サゴシくんゲットです。これフック外すとき危ないんでね、必ず手で外さないでフライヤーで外してください。こいつマジで歯鋭いんでね、血まめになりますよ、下手したら。リーダー無傷、素晴らしいね。これがミノーの力ですよ。まあ、変なところにかかることも少ないんで、手返しもね、実際いいんですよね。ほら、食った。ほら、やば。あ、取れた。もう入れ食いですよ。やばいやばい。
おい、来た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 、よしよしよし、いいぞ面白い、よし、おい、こいつはちょっと怪しいですねイヤフックって感じじゃないかもしれん。ほら食った、もう入れ食いだよ、やば、マジで遠投釣るよ、毎投釣れる、やば、おお、こいつ強いな、おお、またすれか、よし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 、おお元気ですね、よし、えぐいわ、毎頭釣れる、太鼓も結構ありますよね、これは絶対うまいわ、よし来た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 、しオッケー、おい、オッケー楽勝すぎる、すごいね、今日は大当たりだね、いやどうなんだろう、もっとすごい日があるのかもしれない、一人で20本とか30本釣ってる人もおるんでね、今年はやべえわ、もう入らんよ釣れすぎてミノーに変えてからね、まだ1回もラインブレイクしてません、これがねミノーのいいところ、全然切られないんですよ、本当に優秀、よし来た、だいぶ疲れてきたなもう釣れすぎ、よっしゃ、オッケー、いやマジで飽きるぐらい釣れる、全然飽きないけどお父さん何投げてんの？何投げてんの？初めてだけど。初めて？初めてだけど。これね、ジョイントだけんね、こういうんじゃなくて、ジグとか、ジグってメタルジグ。メタルジグ1個貸してあげようか。いや、いいよ、あるから。それ、いくらすんの？ダイソーこれ。今投げるだわ。釣れとるけん。うん。よし、来た、よし、キョキョキョ、すぐ投げな、もったいないよ、無限に釣れるわ、やべやべ、よいしょ、オッケー、お父さんね、投げるでしょ、こうやって投げて、そしたらこんな感じ、うん、そう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 、これがね効く、おし、来た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 手前にいるからね、あんまり投げなくてもいいよ、うん、隣のお父さんにねダイソージグ渡しましたけど、果たして釣れるんでしょうか、いや釣ってほしいな、でしょ、あっという間に切れるでしょ、そうなんですよ、サゴシはねすぐ切ってくるんですよ、だけどあんまり遅く巻いてるとすぐ切られちゃう早い方がいい、ブレード貸してあげよう、お父さんちょっと貸して、それね巻くだけで釣れるようにしてあげるわ、こんなやつしたことないから、あ、ほんと、いつも餌だ、いつも餌だね、あーなるほどね、だけど今岩屋にしゃくりながら巻くなんかぎこちない慣れないよね慣れないわこれ僕が作ったフックですよ、これはもう投げて巻くだけ、しゃくらなくて OK、 しゃくらんでもいい、うん、しゃくらんでいい、投げて早く巻いてください、したら釣れるんで、
ありがとうございます。いいえいいえ、頑張って釣ってよ。今日お祭りですよ、お祭り。ジャークで一発、オッケー。ただ巻きで反応なくなったんで、ジャーク入れたら一発でしたね。いやー強い、さすがジーコン。よし、来た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 、いるいるよ、投げて投げて、よし。あーやばい、あやばいやばいやばい、入る入る入る、あぶね。今度はジャークですね。ジャークも強い、これがジーコンの威力ですよ。ただね、ジャークもいいんだけど、これ使うとな、切られる心配があるんで、それが怖いですね。どうしてもやだな。おお、来て来て来て、ジーコンロストしたくないけど釣りたい。うわ、やられた、とうとう切られたか。終わった。